第一水陸機動連隊は、長崎県佐世保市の藍浦駐屯地に駐屯する、陸上自衛隊水陸機動団直轄の連隊である。前身は、西部方面普通科連隊。水陸機動団の主力部隊の一つであり、3個、普通科中隊及び対戦車中隊を機関としている。両用船部隊として、当初防衛、奪還を任務としており、 西部方面普通化連隊を改編し設置された。改編に際し、西部方面隊から水陸機動団へと連続が変更されている。西部方面普通化連隊は、西部方面隊の直轄部隊として、当初の防衛、奪還を目的とした上陸作戦訓練を実施していた。主任務としては、恩蜜裏の潜入、遊撃による陣地構築の妨害、通信の遮断、 情報収集及び逆上陸部隊の誘導であり、アメリカ海兵隊武装偵察部隊に類似した性格を持ち、アメリカ海兵隊と重ねる報道もあった。両養戦能力の向上のために、アメリカ海兵隊との共同演習も実施してきていた。このため、第一水陸機動連隊の編成にあたっては、上陸戦能力に長けた西部方面普通化連隊を改編することによって行われた。 教習揚陸艦、マキンアイランドの甲板上で訓練を行う、西部方面普通科連隊隊員教習揚陸艦、ペリリューのハンガーデッキ内で89式小銃を使用した訓練を行う、西部方面普通科連隊第2中隊の隊員。西部方面隊は、九州、沖縄の防衛を担任しており、津島から、 与那国島までの南北1 2 0 0キロメートル、東西9 0 0キロメートルにも及ぶ広大な守備範囲を持つ。友人無人合わせて2600余りの島を抱え、不安定の庫の東端である朝鮮半島、中華人民共和国、台湾と海を挟んで接している。離島が敵対勢力に攻撃される場合、未然に上陸を防ぐのは困難な場合があるため、 占領されたり等を奪還するための先見部隊として2002年3月に創設された。西部方面総監直轄の普通科連隊として、普通科三考中隊からなる。通称、西広志連と呼ばれることが多いが、英語表記の頭文字からウェアと呼ばれた。五島列島の方言、バラモンからバラモン部隊とも、 レンジャー小隊に限らず、通常の隊員もレンジャーの有資格者が多く、一線に立つ隊員のほぼ全員が、水路潜入訓練など特別な訓練を行っている。第一空挺団が落下山降下またはヘリコプターにより空から敵後方に侵入するのに対して、ウェアはヘリコプター空輸やヘリキャスティングによる海中への降下とそれに続く。 ゴムボート等の上陸用集艇を使っての離島への潜入、または供襲を行う。運用に関しての詳細は公開されていないが、防衛白書の広報文によれば、海岸から 10km 程度離れた沖合から、ゴムボートを使って水路潜入したり、ヘリコプターによるヘリボーンで島々を移動するとされている。ヘリコプターからの供襲の際は、西部方面航空隊や沖縄の 第15ヘリコプター隊を用い、海からの強襲の際は、海上自衛隊のお隅型輸送艦に搭載可能な、エアクッション艇1号型などを用いる。増援部隊の強襲に先立って、島外離島に潜入し、偵察による情報収集などの工作活動で、強襲の下準備をすることも想定していた。西部方面普通科連隊を特殊部隊として位置、付けるかは資料によって異なるが、 同部隊にあるレンジャー招待所属隊員に対しては、特殊部隊向けの給与制度である特殊作戦隊員手当てが適用されている。創設前から、西部方面隊担任地域にある島々の知事について、組織を挙げて情報収集し、密林と山岳地形が特徴である日本の離島でのゲリラ戦に対処する特殊部隊として注目されてはいたが、 創設から間もない2002年5月から7月にかけての時期に3人の陸装の自殺が明らかになったため国会議員の調査が入り、その過程で特殊部隊としての性格が大きくクローズアップされることとなった。当初は米中間における軍事的衝突の潜在的可能性がある沖縄県に駐屯する計画であったが、中国や沖縄県内での軍事活動に過敏な 沖縄県民に対して刺激が強すぎるとの政治的配慮に基づき、重心性を確保しつつ、五島列島や男女群島、壱岐島、津島を望み、官邸やヘリコプターによる緊急展開にも有利な長崎、佐世保市に落ち着いた。相対にあたっては、地元の商店街からの要望で、商店街を通過する記念パレードが行われた。当初は、小銃も携帯する予定だったが、 長崎の被爆地としての歴史認識を考慮し、都市での更新として実施された。後に、本来の姿を見てもらいたいという部隊の移行により、第一空挺団の関越更新時と同様の保持要領で傾向して、パレードを行っている。660名で構成されており、広報支援職である本部管理中隊を除き、隊員の約7割がレンジャー有資格者であるほか、 海上自衛隊のスクーバ家庭の教育も受けている。部隊は、連隊本部のほか本部管理中隊、3個普通科中隊、対戦車中隊で構成され、本部管理中隊を除き、第1から第3の各中隊は、レンジャー招待を要しており、自衛隊初の上地レンジャー部隊となった。中隊の編成は、小銃招待3個、対戦車招待。 81ミリ迫撃砲小隊及び120ミリ迫撃砲小隊各1個からなる。第一空挺団では36歳までに空挺レンジャー家庭を履修できなかった空挺隊員の転属先として本人の希望があれば優先的に回される部隊でもある。タリスマンセーバー演習に参加した隊員5.56ミ、mm、リメートル機関銃ミニミを装備した 西部方面普通科連隊の隊員西部方面普通科連隊自衛隊イラク派遣では連隊の隊員が派遣部隊に参加している。第1水陸機動連隊詳細は水陸機動教育隊教育等を参照本部管理中隊のほか3個普通科中隊及び対戦車中隊からなる。この他に水陸機動団特化大隊の火力誘導中隊から 火力誘導班が派遣され、陸海空の砲破様、航空火力を誘導を担当する。西部方面普通火連隊長当時の後藤技師、アイアンフィスト演習で、上訓練を行う隊員。手にしているのは訓練用、ラバーガン。イラク派遣時に、防雨予防4型として、正式採用される以前から、ブッシュハットを使用しており、防弾機能のないプロテクチャヘルメットの使用や、 部隊単位、個人単位で購入したとされる、チェストリグ、マガジンポーチなどの装備も確認されている。防衛省人事発令。2014年8月1日閲覧。ありがとうございます。